はい、速稼塾の久保です。103円にまで食い込んだドル円相場だったんですけども、現在104円の、100とかね、150あたりをうろうろしております。もっともっとセルの方に切り込んでいくと思ったんですけども、ここで一旦ですね、横ばいから緩やかな上昇に向かっているのかなってところは否めないところでございます。ただ引き続き私はね、セルの方でやっぱ取っていきたいと思いますんで、しばらくは様子見になるかなと思いますけども、この瞬間ね、バイで取っていくっていう方法もあると思うんですよ。私はちょっとね、全体の流れがセルの時に間隙をつくようなね、バイで取るっていうことはちょっとリスクが高いんでお勧めしませんし、私自身もやりませんけども、前回ね、痛い目見ましたからね。で、今回はちょっと緩やかにセルを待つということになると思います。その辺のことをちょっとね、お話していきたいと思います。画面切り替えていきますね。はい、まずはデイリーなんですけども、デイリーをね、いつものように、見ていくと、もう分かりますよね、私が言いたいことっていうのは。横にバーッと線を引きますよね。そうすると、私の線はここで引いてるんですけども、ちょっと下の方、そうするとですね、ここですね、問題になってるのは、これがね、まだね、上昇する余地があるんですよね。で、ある程度のところから、一番いいのはここなんですけども、ある程度のところから、セルの方に向かいます。その現象っていうのは、ここでもう見て取れて、こういうふうな大きな流れを取りましたよね。で、もう記憶に薄いと思いますけども、ここでも同じです。セルが始まると、長いんですよ。N を何回も繰り返して、何回も取りましたね、ここもね。で、ここも大きく取れたところです。途中からだったんで、ここに当たれば分かりやすいんですけども、このね、トレンドを形成して大きく下がるってところ、V の字を書いて上昇というところね、特徴的でしたよね。ここも同じでしたよね。で、こういうふうにね、やっぱりこうセルで取ろうと決めたら、ある程度このレンジの幅の上の方にね、行っていただかないと狙えないわけなんですよ。ここね。この間にセルのエントリーポイントが存在するってことです。まあ、だけどこの間でセルをかけても一つリスクと懸念があります。それは突き抜けて上に行っちゃうんじゃないかなってことです。だからここがね、ちょっと勇気と努力と、それからロスカットラインが必要なんですよねはい、次です。4時間足になってくると、もう完全にね、これね、横ばいなんですよね横ばいに入っちゃいましたね。で、大きく見ると三角形ができてないでもないんですよそのぐらいしかちょっと私は言いません。で、1時間見て締めていきましょう。1時間なんですけども、緩やかに上昇しちゃってますよね。これね、こういう風に。ですんで、セルのポイントがなかなかつかめないんですけども、来るとしたら、この辺りじゃないかな。ちょっとザクッとゾーンで引きますけども、ここら辺に入った時に、セルに向かう流れが起きてくるんじゃないかなと思いますんで、もうしばらくね、我慢かなと思います。ベストはここです。ここからセルに向かうことです。ここはね、大きいですよ。こういうふうな利益取っていきますから、うん。で、ここまでですよね。というふうに展望を見ましたけども、まあ、いずれにしてもセルに入るためのエントリーポイントは、しばらく出てこないかなっていうことと、あとは、バイが急速に入って、で、利確が入ってセルのポイントに、セールスポイントっていうかね、エントリーポイントで来るかどうかってことですね。べったり張り付いていればいいんですけども、べったり張り付くこともできませんので、まあちょっとね、1時間ごとにチャートを見るしかないかなと思ってます。1時間に1回は必ず、このね、チャートの方を見てきて、4時間に1回はね、最低見に行きましょう。そうすると、まあクイックレスポンスができますんで、セルのセールスポイントを失うことがないと思います。さすがにね、1日1回しか見てこないと、もうすでにことが終わっていたってこともありますんで、1日1回しか見に来ないってことでしたら、ちょっとね、FX でこういうタイミングで勝つことは難しいと思います。これはね、急速に売りが始まって急速に収束しますんでね、本当に一瞬の勝負になると思います。そのためのエントリーポイントを探すために、1時間に1回は見に来ればいいんじゃないかなと思いますけども、今日はね、どんな動きになるでしょうか。それではいってらっしゃい。